西洋だこと六角蛇、小川未明。歳郎くんは自分の作った西洋だこを持って原っぱへあげに行きました。原っぱには木がなかったから日がよく当たってその上邪魔になるものもないので少しの風でも たこはよくあがりました。きよこさんにたこをもっていてもらってとしろうくんは「いいよ」とあちらからあいずをしてはなしてもらうのです。かぜがあるとたこはおもしろいようにぐんぐんとそらへあがるのでした。 広い原っぱには大勢の子供たちが来て同じように色々の枝子や地だこをあげていました。僕のが一番だこだよ。と威張っているものもあればそれに負けまいと思って糸をどんどん繰り出しているものもありました。 歳郎くんはどうも自分の作った西洋だこが調子が悪かったのです。尾を長く長くしなければすぐにくるくる回って落ちてしまうし、あまり尾を長くすると重くてなかなか上へは上がらないのでした。 ダメよ、としろうさん。こんなに尾を長くしては。と、とうとうきよこさんは、しびれを切らして言いました。としろうくんは、恨めしそうに、空を仰いで、他のタコがよく上がっているのを、ぼんやりと眺めたのです。ああ。 あの六角だこは僕のによく似ているなあ。と、遠くの方で知らない子があげているタコを見つめて言いました。どのタコ？と、清子さんも歳郎くんが眺めている空の方を見たのです。なるほど。 としろうくんの大事にしていた六角だこが上がっています。真ん中に泥がついているのや、尾に赤いひもと白いひもがついているのや、すべてに見覚えがありました。どうしたんでしょうね。と、きよこさんは、 目を見張りました。飛んでいった僕のタコを拾ったんだと思うよ。と、としろうくんは自分の上がらない西洋ダコのことなど忘れてしまって、ただ熱心によく上がっている六角ダコを見つめていました。そして、 この間、糸が切れて、飛んでいったタコは、とうとう追いつかれなくて、町の方へ落ちてしまったのを思い出していました。なんだか、としろさんのタコらしいわね。と、きよこさんが言いました。きっと、 僕のタコだよ。あの子、拾ったんだ。としろうさん、聞いてごらんなさい。だって、違うと悪いな。と、としろうくんは考えていたのです。おも、よく似ているわ。こう、きよこさんが言ったので、 くんはついにそのこどものそばへいってきいてみるきがこころのなかにおこったのでした君としろうくんときよこさんはろっかくだこをあげているこどものところへきましたそしてとしろうくんはこのたこをどこかで 拾ったのでないと、その子供に聞きました。タコをあげていた子供は、わざと、としろくんのかおをみないようにして、うえのほうをむいてタコをみながら、このタコは、お父さんに、かってもらったんだ。と言って、こたえました。 そう言われると、としろうくんは、僕のタコによく似ているけれどな。と、ひとりごとを言うばかりで、どうすることもできなかったのでした。きっと、あの子、嘘を言っているのよ。と、きよこさんは、 こちらへ来ると言いました。僕と同じタコを街で買ったんだろう。と、としろうくんは答えたのです。この付近では、この原っぱへ来てタコをあげるより他にいい場所がありませんでした。だから、 町の子供もそうでない子供もみんなここへ来てタコをあげたのであります。しかしこのことがあってからあの町の子はどうしてかこの原っぱへ姿を見せなかったのでした。としろうくんがお母さんから 新しいタコを買ってもらって、原っぱで、いつもタコを持ってくれる清子さんと、そのタコをあげて遊んでいると、いつかの子が、だいぶ破れた六角だコを持って、歳郎くんのそばへやってきて、ごめんね。僕は、 嘘を言ったんだ。このタコは飛んできたのを拾ったんだから、君にお返しする。と謝って頭を下げました。やはり僕のだったんだな。優しいとしろうくんは、 こうしてあやまれるとおこることができませんでした。いいよ。ぼくはあたらしいのをかったから、このたこはきみにあげるよ。と言って、そのたこをまちのこどもにあたえたのです。まちのこどもは 決まり悪そうにして、そのタコをもらって行きました。それから、またその町の子は、毎日のように、この原っぱへ来て、六角ダコをあげるようになりました。としろうくんの、新しい、龍の字のタコは、たびたび一番ダコとなって、 大空からみんなのタコを見下ろしましたが、前にたびたび一番ダコとなった六角ダこはどうしたのか。このごろは下の方でぐるぐると回って、よく高くは上がりませんでした。あの子、タコをあげるのは 下手ね。と、清子さんが言いました。あのタコは、癖があって、難しいんだよ。僕が、教えてやろうよ。ろ郎くんは、自分のよく上がっているタコを、清子さんに持たせておいて。君 糸目を上にしなければダメだ。と言いながら、町のこの方へ飛んで行きました。おしまい。